ゆきそう。どうも、ご無沙汰でした。どうもどうも、ご無沙汰してました。手塚さん、何ヶ月ぶりこうやって直接対面するのは。もう、かれこれ半年ぐらい経つじゃないですか。経ったね。うん。で、そうだよね、YouTube 始めたの2月でしょ。そうですね。まあ、あっという間だったらもうね、自粛ムードっていうか。まあ、というわけで今日は、ここにいますみたいな。ちょっと作品の撮影をしたくて、まあ、ずっと撮りたかった、テーマがあったんですけど、まあ海の上なら3密にならないし会えるじゃんっていうこともあって、手塚さんにこうやって船出してもらって来ました。今ちょっとね、この船だまりっていうんでしたっけ、アンカーを下ろしてちょっとこうやって収録してるんですけど、ちょっと風景紹介してみましょうか。はい、ちょっとお願いします。ちょっと右にパンしてみる。ランドマークタワーです。観覧車も見えるでしょうか。元マネじゃなくてキャプテンと呼ばないと返事してくんないんで。そんなことないですよ。手塚さんに出してもらってますけど。先導と呼んでいただける。先導。はい。何年ぶりだか、20数年前にね、一回ね、乗っていただいたことがある。まあその後、まあその後っていうか、僕意外と車は得意じゃないんですけど、船酔いしないたちで、今日も絶好調なんですけど、まあ船から撮った作品っていうのは実は僕のシリーズの中にあって、群青というシリーズの中に、ある数点が、まあ、船から撮った写真なんですけど、おかげさまで評判でして、まあ、それのもうちょっとないのってよく聞かれるんですよ。おで、それをね、撮りたくって今日ちょっとこうやってお願いしてきたんですが、まあ、何よりさ、今日本当は雨だったのにね、さすが晴れ男2人揃うと違いますなんとかなるね。なんとかなるもんですね。こんな優雅なように見えるかもしれないですけど、まあ、実は限られた時間の中でちゃんと形結果残さないといけないっていうことで、まあ、ちょっとだけプレッシャーです。なるほど、ね、今日は波的っていうか、その天気的っていうか、手塚さんとしてはどうなんですか。これ穏やかな方ですよね。今日穏やかな方ですね。お、また鳥じゃない、魚が跳ねましたよ。これかな、ね、なかなか海側から見る横浜、いつもね横浜来るんですけど、全然また違う風景に見えましたね。あ、後ろへ飛んだ。映った映った。なんか1時間後には釣り糸垂らしてたらどうしようかというわけで、またあれですね、そろそろ YouTube の方も真面目に、再開したいなと思ってるんですけど、私もね、スタジオの方に伺、アトリエの方に伺って、でまた突撃取材をしたいなって。まあちょっと柔らかにお願いしたいなとは思うんですけど、まあおかげさまででもね、やっぱりいろいろお問い合わせというか、ちょっとああいうのやるこういうのやるって声はいただいてるんで、ネタはあるんですよ。ネタあるんですけど、おかげさまで今忙しくて、で僕の場合忙しいっていうと人に言えないことばっかじゃないですか。そうですね。コマーシャルの撮影なんて絶対言えないし、まあ、あと今ちょっといくつか進めてるプロジェクトもあるんですけど、まあ、やれ情報解禁前だなんだということでですね、何も言えない、何も語れない、そんな状況の中で、まあ、ただただ作品を撮ることだけはこうやって、皆さんにご紹介することが許されるっていう感じですかね。今これ船回ってるんですよね。あ、アンカー打ってるんで風で、眠くなりますいい揺れにね、ゆりかごに乗ってるようなもんなので、本当にぼーっとしちゃうんですけど、天然ウォーターベッドですから、まあ、というわけでちょっと気を取り直してというか、また気を引き締めて、撮影に戻りたいと思います。はい、取れるかね、はい、じゃあまた引き続き手塚さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ今何ノットぐらい。今6ノット。はい、
じゃあ出ますね。はい。